トイコンガレージで遊びの発明。第2回はリモコン戦車を紹介。ラボの奥深くに隠された秘密の発明室、トイコンガレージ。ここではなんと自分でトイコンが発明できる。ということで今回の新発明は右ジョイコンのモーション IR カメラを使ったリモコン戦車だ。さてこれは手作りの怪獣、戦車で撃つ的だ。背中には左ジョイコンがセット、顔には IR マーカーが貼ってある。一方こちらはリモコン戦車。バラエティキットのリモコンカーにペンを貼り付けて戦車っぽくしてみた。ではまず戦車を動かす仕組みから。 SL ボタンを押したら右ジョイコンを振動、 SR ボタンを押したら左ジョイコンを振動。たったこれだけでジョイコンで動く戦車の完成。続いて IR カメラを使った機能を追加。 IR カメラが見ているのはこんな白黒の映像。ここに怪獣の IR マーカーが映ったら怪獣のジョイコンを振動させる。ノードはこんな感じ。映ったマーカーはノードの中にも表示されるんだ。早速実験開始。戦車を操作して怪獣に向けると倒れた。実験成功。では戦車をさらに進化させてみよう。入力にもう一つボタンを押したらを追加してこの&というノードにつなぐと IR カメラに怪獣が映っていて、なおかつボタンが押された時に倒れるようになった。こうなると音も欲しくなる。今度は出力に音を鳴らすを追加。こんな音と、もう一つこんな音。いいぞ。うん、音の力ってでかい。ジョイコンが倒れたら音が出るようにしたり、倒れたら画面が光るようにして、こんな風に切り抜いた紙をかぶせればなんて演出もつけられる。さらにオリジナルのトイコンで操作すれば臨場感抜群だ。君ならどんな戦車を作る？今回登場した IR カメラの IR とはインフラレッドの略。日本語で言えば赤外線だ。赤外線は人間の目には見えない光。 IR カメラはこの見えない光で照らして物の形や動きを見ることができるんだ。赤外線だから暗闇でもこの通りちゃんと見える。映像中に出てきた IR マーカーはIR カメラの光をバッチリ反射する素材で、反射テープとか反射シートの名前でお店でも普通に売ってるものだ。付属のトイコンでもいろんなところに使われていて、この IR カメラと IR マーカーを使った仕組みこそトイコンの心臓といっても過言ではない。 IR マーカーをうまく使えばトイコン作りはもっと面白くなる。次回は輪ゴムギターを紹介。お楽しみに。